台湾ニューシネマは、80年代から90年代に、かけ台湾の若手映画監督を中心に展開された、従来の商業ベースでの映画作りとは一線を、隠した場所から、台湾社会をより深く掘り下げたテーマの映画作品を、生み出そうとした一連の運動である。台湾映画界に、それまでとは全く異なる、新潮流をもたらしたという意味で、フランス映画のヌーベルバーグに相当する運動と言える。 第二次世界大戦後から、しばらくの間、台湾は中国国民党政府の台湾への撤退、2.28、事件や戒厳令志向などに象徴されるような小石矛盾を背景とした内政問題、中国大陸での中国共産党政権成立に伴う国連脱退や諸外国との国交断絶など一連の政治的混乱の中で社会的、 経済的にも停滞が続いていた。しかし70年代に入ると、当時の行政委員長であった、小渓国の指導下で重大建設に基づく、インフラ整備が進められるなど、経済発展が加速した。台湾社会が農業社会から工業社会へと変貌を遂げ経済力をつけていく、中で人々の生活にも次第に余裕が生まれ、70年代には映画が、 市民の娯楽として定着するに至った。そのような状況下人々の需要に応えるべく、アクション映画や恋愛映画など娯楽ジャンルを中心に、数多くの作品が台湾でも作られるようになった。しかし、それら作品の内容は、次第にパターン化、マンネリ化して観客に飽きられるようになり、人々の目が香港映画や洋画などに向けられるようになっていった。 香港映画が従来のコメディ路線に加え、アンホイなど、新老児をの騎手たちの手による、写実的な作品を台湾の映画市場に参入させ、電影金馬、進むなど、台湾国内の映画賞を次々と受賞する一方で、国際映画祭はもとより、国内の映画コンテストでも、賞を取れない、レベルの作品しか作られないなど、80年代初めの、 台湾映画界は大きく低迷し、また観客動員数も減少した。そのような台湾映画界の低迷した状況を打開すべく、80年代初めに当時行政院、新聞局長だった総操友を中心として、政府が台湾映画の芸術性や国際性を高めるような一連の改革に乗り出した。改革の一環として、東映企業である中央電影講師に、 クレネ・マなどの若手スタッフを起用、それらスタッフが再三にとらわれない映画作りを模索し始めたことが運動の行使となった。そのような動きの中、まず1982年に、洋徳賞、東の利達ら若手4人の新人監督によるオムニバス映画、婚姻的故児が台湾ニューシネマの最初の作品として制作、公開され、一定の成功を収めた。その後、 陳、羊猿圧、宝光剣、一万人士、王道など、運動に共鳴する多くの若手映画監督によって、台湾ニューシネマの系列に属する作品が、次々と作られていくこととなる。80年代は、相当の小帝国の政治改革のもとで、政党結成の容認、大陸への親族訪問解禁など、後半を中心に、社会の自由化傾向が強まった時でもあり、 そのような時代背景の中で検閲による作品統制が次第に緩和されたことなども台湾ニューシネマ発展の上での追い風となった。1987年に奉公権など映画関係者の手で運動の総括とも言うべき電影宣言が出された。同宣言は映画の創作活動、民族的伝統継承のための文化活動としての側面に言及した上で、 従来の商業ベースに則っ,った映画とは別の種類の映画、つまり文化的、芸術的作品の存在意義と社会貢献への高さを強調し、改めてそれら作品への支持を政府とマスコミに求めるといったような内容となっている。台湾ニューシネマに属する作品群とそれまでの台湾映画とで最も異なる点はその写実性にある。従来の台湾映画が 政治宣伝的色彩国策映画や現実社会とは有利したいわゆるヒーローもの中心だったのに比べ台湾ニューシネマの作品には台湾人の日常生活や台湾社会が抱える問題などに直接向き合いそれを断念に追うことを通じて時には台湾社会の暗部にまで光を当てるといったような内容の作品が多いまた、ィフハルミンなど いわゆる郷土作家の文芸作品を積極的に題材に取り上げていること、それまで公共の場での使用が禁じられてきた台湾語などの方言をセリフに使用するなど画期的な手法を取り入れていることなども大きな特徴である。その他、ストーリー展開がはっきりしないこと、スローテンポで抑揚を抑えた展開のものが多いことなども特徴として挙げることができる。 台湾社会の日常やリテールを丹念に描き出すことを通じて、また、非常上司のように、それまで封印されてきた歴史の暗部に光を当て、人々の間に活発な議論を巻き起こすことを通じて、台湾の人々が改めて、台湾社会及び台湾人としての各自のアイデンティティに向き合うきっかけを作ったという点で、さらには台湾映画界を担っていく。 新たな世代の監督を多数輩出させたという点で台湾ニューシネマが台湾社会に与えた影響は意義深いものであったと言える。また2002年から始まった台湾におけるフリーペーパーブームの際ニューシネマを振り返る多くのエッセイや論評が発表された。日本からは保護貢献監督作品コーヒーと機の主演を務めた歌手の人とようアジア文芸。 衣装分野で活動している作家の京谷康子や山下祐希らが企画参加している。ニューシネマ解雇によって台湾文化に対する日本人の立場や認識、特に若者からの認識を再考させたという意義は大きい。当該リストは下記、関連文献を参考に作品を公開年別に取りまとめたもの。作品の日本語訳が複数あるものについては、で平記した。 なお、ないは、作品の現代、ありがとうございます。